はいどうも、こまんちょうやつばそです。えっとですね、サッカー選手年俸ランキング2018について語ります。まずこちら10位ですね、アンヘル・ディマリアですね、えー、と国籍アル,ゼンチンアルゼンチン代表ですね、で年俸が約25億千万800万円、この間のフランス戦でね、すごい同点シュートを打ちましたね。で、9位がセルヒオ・アグエロですね、同じくアルゼンチン代表で約年俸26億800万円ですね。8位がルイス・スアレス、ウルグアイで 約29億8千万円ですね、まあ。バルセロナでね、メッシュと並んで、ね、まあ、メッシュよりちょっと下ですけど、かなり有名な、な2大フォワードですね、はい。7位がウェイン・ルーニーですね。イングランド代表で約30億円ですね。ま,あ、まだいたんかって感じですねで。6位がオスカルですね。ブラジルで年俸約30億4千万円。5位がポール・ポグバで、フランス代表で約32億7千万円で。4位がガレス・ペイルで、えー、とウェールズで、 えー、約38億4万円で3位がネイマールですね、えーと。ブラジル代表で約年俸100億円で、えーと。2位がクリスティアーノ・ロナウドですね。ポルトガルで、えー、と約120億8 5五百万円ですね。まあ、正直ロナウドね、僕ドリブルとかあんまり維持力は高いと思わないんですけどね。まあ、シュートは確かにすごいですね。はい、で1位がね、文句なしでリオネル・メッシですね、まあ。アルゼンチン代表で年俸123億2千万円ですね。 僕ね、メッシー初めて、19歳の時初めて見ましたけど、やっぱりあの、歴代、飛び抜けてて上手くて、歴代多分最高の選手かなと思います。はい、終わります。